アロミネズナスキーです。今ちょっとね、緊急事態で撮っているんですけど、さっき僕近くのコンビニにビール買いに行ってたんですよ。ほんでそこでヨメピから電話が上がってるけどね、今日ヨメピ友達と飲み会行ってて、帰り遅いな、全然帰ってこへんなと思ってたんですけど、そこで電話がかかってきて、迎えに来てくれと。今から、まあ、ちなみに12時半過ぎてるんですけど、いやそれがしかもクズハっていう、まあ、大阪の端っこみたいな京都寄りの、そこまで迎えに行くことになりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ちゃうわな。まあこれせっかくなんで、ヨメピーが終電を逃しましたっていうログを残したいと思います。心配はしてたんですよ。いや帰らへんのか、大丈夫、遅いなぁと思ってて、終電あるのかなぁとか思ってたら、はい、ヨメピークズ、ヨメピークズ、ヨメピークズ、うん、はい、こんばんは。今ちょっと急遽撮ってるんですけど、今どこにいるかというと大阪にいるんですよ。で、一人でね、こう夜に何をしてるかって、ちょっと事件というか事故というか、ドッキリとかじゃなくて普通にちょっと終電に乗り遅れました。乗り遅れました。乗り遅れました。今日大阪にいる、まあ、友達と本当に久しぶりに、多分京都来たぐらいしか会ってないので3年ぶりくらいに今友達と会ってご飯を食べてたんですが、ちゃんと終電も調べたんだけど、そのなんかあるじゃん、行き先が違うやつ、一番最後の電車を調べてたら最後のやつはまだあったんだけど、京都の方まで行くやつが30分くらいそれより早かった。その終電より、ガチ終電は夜道行きでまだあるんだけど、ガチ終電じゃないちょっと終電、ちょっと終電、まあ京都まで行くやつはまあもう終わってたっていうことで、まあだから逃したというわけなので、今からちょっとまあハスキータクシーに電話して迎えに来てくれないかなっていうのをちょっとダメ元でねかけてみたいと思います。ポイントとしては、ここから帰ったらちょっとねタクシー代が高いなーっていうので、その家庭の節約のためにというのも含めて、後でマッサージとかしてあげたり肩もみをしてあげてという。もしもし。もしもし。何？ちょっとお願いがあるんですけど、終電を逃したのでちょっと迎えに来てもらえないでしょうか、というお願いです。どこに？クズハ駅の近くです。クズハ駅？大阪のクズハ？うん、まあ、の近くといってもちょっとここがどこかちょっとわからないんだけど、まあ多分近く。遠いな。ごめんなさい。で自分今どこにいるのか分かってなかったら俺どこ？こっち方面まで来てもらえれば。これ今仕事あってコンビニ、今コンビニの前おんねん。ビールも買って今から帰って晩酌しよう思ってたところやで。あ、いいタイミングですね。じゃあギリギリ間に合ったってことか。この電話をなかったことにしておこう。ダメだよそれは、今録音してるからね。おい録音すんなよ、なんで録音。行きますわ。ほな本当に。あ、今ねタクシーが通ってったわ。これ取れよ。ちょっと見送ったわ。え、本当ありがとう、優しい、ありがとう。電話したらなんと来てくれるそうです。よっしゃよっしゃよっしゃ。終電逃すってめったにない。うん、今までに逃したものというと、ハスキーとの初旅行、学生時代にディズニーシーに行って、その帰りその夜行バスに乗り遅れたっていう。ゴールデンウィークだったからなんかそんなにねホテルとかもすぐ泊まれず、歌舞伎町のなんかすごいボロいラブホテルに泊まったっていうのが初めての旅行。手が冷たくなってきたよ。ちょっと歩こうかな、寒くなったから。でもう一個、京都から青森に帰るとき、ちょうどラッシュアワーと重なってめちゃめちゃ渋滞してて全然進まなくて飛行機に乗れなかったっていうのがありますね。ハスキーの実家にね泊まって、お邪魔しましたって言って家を出たのに、もうその数時間後泊
間に合いませんでした、もう一泊させてくださいって帰ったのがめちゃめちゃ気まずかった。住宅街を歩くとこんな感じ。怖っ。まあそれが。もしもし。もしもし。近くまで来たんですけれども、なんか送ってくれた地図では、うん、あなたが指定しているのが、うん、住宅街なよね。住宅街のとこで電話してた。わかるわけない住宅が。もうちょっと目印となるようなところ。ダイソー。ダイソー。うん。ダイソー探すわ。どこ？あ、ダイソーあったで。あ、本当？ダイソーやんこれ。ダイソー。あ、でもね。うん。今ダイソーからちょっと離れてる。離れるな。あれっぽいな。どこやねん、ここマジで。邪魔いなぁ、どっくりやん。来たー、おっせーぞ。おー、遅い。すごい遅い。いや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 、何をしているんだ。いやいやいや、終電を逃すなんて。あ、これ、あ、読めピーヨーか。違うぞ。ちょっとぬるくなってくる。ありがとう、寒くなった。ありがとうだろ、まず。あ、ありがとう。あ、ほんまに冷たい。ありがとうございました。ありがとうございましたじゃないよ。もうビール、まさに飲むとこだった。うん、危なかったな。危なかったじゃないよ。危なかったな。もう少しで飲めたのに。本当に、いや、ありがとう。帰ろう、早く。ただいま。ありがとう。どういたしまして。これで菓子を作った。なんでん俺が菓子を作った。いや違う、カリを作った。なんでやねん、カリがあるんや俺に。え、あ、そっちか。そっちや、そっちか。あ、いやでも分かった、これでオンを売った。俺がオンを売って、あんたオン買ってんねん。全部売買逆や。解釈も売買も。貸借って言うんだ、貸し借りのこと。へ、うん、えー。バイバイはしてたけど、貸借って言うんだ。へ、うん、さすが、いつもいろいろ貸し借りしてるやつは知らないよ、ことが。そうそうそう。いっぱい借りて。シャク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 。行きましたよ、ちゃんと。気をつけてね、ほんまに。もう、これだけやで。今回だけやで。もう迎えに行かへんね。菓子を作ったから、また返してもらう日が来る。違う違う、ジャグだから、あなたが次返さないと。わかった、すぐ返すよ、すぐ返すから、うん、だからまた貸して。パチンコで金貸しての言うやつね。そうそう、今日は肉まんとハッシュドポテトを食べました。あー、10ポイントはありません。すごい音するこれ。それ何なんそれ。フェイクレザースカート。フェイクレザースカート。うん。あ、そうするためのもんだ。そうそうそう。ようやくビールを飲みたいと思います。あ、今からまたどっか行こう。夜中のドライブ行こう。行きません。これから、うん、ハツキーにお金。ハツキー。ハツキー。ハスキーにお金、お金じゃなくて、なんだっけ、お酒。お酒を飲ませないようにするために、いっぱい送り迎えを頼もう。いや、しません。ダメ、なんじゃダメ。ハスキーでした。君の笑顔、私の